いやー、ちょっと、きつすぎるぜ。ジャンプ台に乗るねとどうしようもない。普通かこれは後回しでいいんじゃないのかって思えてきたな。でももうちょっとあっさり終わるかと思ったら全然そうでもなかった。足元の氷で滑っちまった。滑るともうリカバリーができない。こいつらはあっさ油断かい。壊せなかったら歪んとかじゃなくて実力が足りなかったとか抜かしてんだろボケがよ。あはくそこの氷のない島に到着して氷に出ちまうともうリカバリーができない。
届かないか。てか間に合わないか。あれ壊して4つ壊してもさらにまだ5個あるとか。難易度高いな。そう、これだけのジャイロのエイムが間に合わねえって。正確にはやっぱ右スティックが、合わせるにはちょっと感度が高すぎるのかな。もう一個目の風船に回るように。もうちょっと。でもあれを壊した後、じゃああれを壊した後もまだずっと何ターンか続くと思うと、とってもきついな。
マジ続きからにしてほしいな。思ったら、すり抜ける。ああ、やる気がねえな。さあ、これをやっちまうともうダメなんだよな。エイム練習にした。どうなんだ。難易度高すぎねえか。それともこれぐらいサッとできるもんなのか。あれも一発でクリアできるぐらいの、連動できるようになるぐらいの連動が必要なんだろう。他もなんやかんやしくじらないでできるようになってる。四つ目までがスピードが足りない。もうちょっと確実にやる方法ないか。こいつを落ち着いて。失敗しないで、一回で確実にここをクリアする方法ないかな、なんか。頭使わねえと、やってられねえわ。こっち側のやつに囚われてやったら前に進んじまう。それともやっぱこれはセーフ、これはこっちで進みつつ、こっちのやつはこれでやらないといけないか。どうせ失敗してんだから、ちょっとそれで試すか。
右が。これもやっぱこれのやり方でや。割れるようになっといた方がいいか。間に合わねえんだよな。ジャイロも届かないし、ミニスティックでちゃんと合わせないとダメなんの1個が最後の1個一度ちょっと通り過ぎて後ろから真後ろから撃つのを試してみるか。真後ろからいくつ壊せるのか。それが分かるだけでもだいぶ違うだろう。届かないか。なったら正面から全部4つ破壊しないとダメなのか。届かん。これは無理だ。まあ練習してりゃいつかできるようにはなるんだろう。
くっそ、最後のやつ。どうやりゃ。手前から撃つんだろうけど、全部逃さずにか。あれも逃しちまうと終わりか。くっそ、あと少しだった。とりあえず一個壊すには。くっそ。あの5個壊した後何があるんだろう。どうやって壊すのが正解なんだろうな。
くっさー、私よかったか。難しいな。クリアか。やっとクリア。もうこれはマジ動画にしようぜ。深く刺したる。ん？なんかサメ。サメ、サヤかな？ちょっと字が潰れてて見えないわ。バンカラ色のもののふも、返すたちなく海の雪。哀れ、儚き、村雨の浮世の塵に傘さしてかな。深く刺したる、サメ、サメ、サヤ？なのかな？まあ、サメと、刀と、あとサヤが書かれてる感じなのかな？そんな感じなの。もらえましたって感じかな？はい。バンカラマッチのバンカラって感じこれなのかもしれないですね。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いや、ほんとこの、あれかな？サイト3のやつ。風船があるやつ、かなり難しかったんですね、僕には。はい。